いやエンズイラリアットになっちゃいましたね。そこからエンドスペシャル。体重がアップしても何の問題もありません。遠藤哲也ファンネル、ファンネル顔面にクリーンヒット。鈴木小太郎のアシストがキラリと光る中、後楽園ホールの上から水星シューティングスタープレスバーニング燃え上がりました。こう見るとね、遠藤小太郎チームもちゃんとチームとして成立してますよね。いいサイドを見せましたね。うまくアシストしてますもんね。鈴木小太郎選手がやはり今こういう時は何をすればいいのか、なんか全部分かっていたように思います。そうですね。最後は遠藤哲也のバーニングスタープレスが MJ4 に炸裂、カウント3バーニングの勝利です。何か MJ4 に会話は通じるんですかね、ああそれにカチンときた佐々木大輔、俺のポーに気安く話しかけるなとばかりに割って入っていきました。うんまんやるかたないといった表情のカリスマ佐々木大輔、花道を去っていきます。そう、遠藤がマイクを持ちました。おこんな試合のことよりもよ、気になることがあんだよGM、 GM いるか。いない。いない。今日はいない。なんでいないんだ。誰だ偉い人。誰でもいいよ。7.23 両国このベルトを狙う試合ギャラ3000万円級のレスラー早く教えろ。3000万円。おお。7月23日。両国国技館大会、参戦が予告されていた外国人選手ついに明らか。その正体とは、インディーゴッド、元 WWE スーパースターザックライダーことマット・カルドナー。ツイッターのフォロワー数200万人以上、アメリカインディー界のベルトを総ダメにした元 WWE のスーパースター。 DDT Pro Wrestling Indie God Matt Cardona and Steph Dolander are coming to Japan and we are coming for the DDT Universal Championship. When the Indie God and the baddest bitch come to DDT, you're all fuckedDDT ユニバーサル選手権試合、王者遠藤哲也 VS 挑戦者マット・カルドナー、乞うご期待。マジかよおい、マジで試合ギャラ3000万円級のレスラー来ちゃったんじゃないの。 DDT 大丈夫か。おい、ただ誰が来ようがこのベルトは渡さない。この俺遠藤哲也がマット・カルドナ倒してベルト防衛、そして試合ギャラ3000万円いただく。 7.23 両国、お前ら遠藤哲也から目を離すな。なるほど。